霊五式水陸両用不評戦闘車霊五式水陸両用走行車は中華人民共和国の水陸両用走行車ファミリー。総称としての故障であり、実際に製造、配備されたものはその形式によって異なった名称が与えられている。旧式化していた63式水陸両用戦車等は水上速力が低速であり、運用可能な海峡が限られていた。 2000年前半に立案された更新にあたって求められたものはアメリカ合衆国が当時開発中であった FF と同様のコンセプトを持ち共に遠距離からの発艦、水上にて高速を発揮して接近し着上陸におけるリスクを低減するものであった中国兵器科学研究院副院長陳法費が主任として設計にあたり水上で高速を発揮するためには 従来の8倍の出力が必要と算定された、排水型から滑走型への車体形状の変更、水上用と陸上用のエンジンの分離が構想され、天輪や履体の収納も検討された。後に、エンジンについては、一気にまとめられることになった。また、鋼鉄製の走行では、重量型となり、アルミニウム合金に変更された。2003年12月に計画が承認され、 製造は、六百627章が行い2005年に、正式化、英語式の名称が与えられた。水上滑走時には、前後の滑走板を展開し、ウォータージェットで航行。地上では滑走板を折りたたんで車体の走行とし、立体で活動する。天輪は内部に空洞があり、浮力の一助となっている。走行は、アルミニウム合金であるが、洋上を行動するため、 底部の走行には電気的に防食処理が行われており、この部分を交換することで車体寿命を伸ばす設計となっている。沿岸部に母艦が接近することによる沿岸からの攻撃、食雷などによる損傷の回避、水陸療養者が低速で洋上を航行することによる攻撃に対する脆弱性等。ABCDEFGHI、投降首を敷き済みか。 2013年2月7日閲覧。A.B.Z.B.D.2000 アンフィビウスファイティングビヒクル。S.I.N.O.D.E.F.E.N.C.E. ドットコ、e、ム、e.。2013年2月7日閲覧。ありがとうございます。